こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナの影響で世界的にも経済に大打撃を与えていますが、その影響なのか、そもそもの不買運動のせいなのか、大韓航空の売り上げが下がりに下がってそこまで落ちたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国内最大の航空会社である大韓航空が史上初の危機に直面した。昨年の米中貿易紛争と韓日外交葛藤に続き、今年はコロナ事態で相次ぐ悪材料に財務構造が急激に悪化したためだ。これを克服するために2月ソウル水力ソンヒョンドンの用地売却などで第一次自己救済策を出した。しかし今回の事態が長期化する兆しを見せたため、資産を追加処分しなければならない立場に置かれた。同時に資本拡充のために増資するかどうかにも関心が集まっている。財界と航空業界などによると、関心グループは保有資産を追加売却する案を検討している。市場では有力売却候補に米国ロサンゼルスのウィルシャーグランドセンターとグランドハイアットインチョンホテルを挙げている。この2つは今年初め、関心グループが事業性を再検討すると発表していた資産でもある。これとともにハワイのワイキキリゾートホテルとチェジュ KL ホテル、ソギポ KL ホテルなども売却対象に挙げられる。このように関心グループが追加で資産売却を検討するのは、コロナの被害が相当あるからである。大韓航空の中核事業である旅客売上高は、昨年の国際線は7兆2813億ウォン、国内線は4862億ウォンを記録した。月平均で見ると、国際線は6068億ウォン、国内線は405億ウォンだ。しかし、コロナが本格化した2月以降、旅客の売上高は、事実上、ゼロレベルに下落した。主力の国際線数は5分の1ほどに減った。これに対して KTB 投資証券は、今年第1四半期の航空営業損失が949億ウォン、同期純損失が3979億ウォンに達すると予想した。今年満期が到来する大韓航空の社債規模は約5000億ウォンに達する。年内に返済しなければならない借入金は合計4兆5000億ウォンである。資金を調達するために先月6000億ウォン規模の資産担保証券 ABS の発行を確定したが、これだけで持ちこたえるには限界があるというのが業界の専門家の見方だ。これにより大韓航空の政府支援が避けられず、政府からの支援を受けるために大韓航空は追加の資産売却などの公共度自己救済策を出すしかないということである。それではネットの反応です。中国の航空会社に任せれば価格も安くなる。大韓航空とアシアナ、チェジュ航空を生かして残りは構造調整しましょう。世界の航空業界パニックである。 9.11 で米国航空業界が統廃合されように、世界中の航空運輸会社が統廃合される。時期が時期で旅行に行きたくても行けないのが現実。ムン・ジェイン無能政権の結果だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。